はい、タバコ好きな俺の喫煙動画。今回はキャメルのメンソールライト。こちらは、前回吸ったこのキャメルのライトに比べて1ミリ、タール値が少なくなって、タールが5ミリのニコチンが 0.5 ミリ。そして値段が380円と、安い。うん。となっております。なぜこの1ミリを下げたのかはよくわかんないですけど、なんででしょうね。そのまま6ミリでメンソール孵化すればよかったんじゃない？お！じゃーん！これ何？かつて大吉。かつて大吉。辛いことがあったら自分の人生における最高の瞬間を思い出して、その、記憶で頭の中のを満たしてみよう。幸せなひとときを、追体験できたなら、ほら、もう、大吉に違いない。爽快な強メンソールが好きになりそうかい？これはね、キャメルは、のメンソールライトは、強メンソールを、売りにしてるらしい。ということで、こちらです。それでは、吸っていきましょう。ああ。うわ、メンソール強え。ああ。うわ。口の中、喉の、いや、口の中が、メンソール。ああ。鼻痛え。鼻抜けると、いや、開いた。いった。これはかなりメンソール強いですね。てか、もはやメンソールの味しかしない。ああ！口の中が痛い。うわ。もはやメンソールの刺激が強すぎて、キャメルのナッツ感がほぼ消え去っている。うわ。キャメルのナッツの風味が。何もしねえ。これ、メンソール強いの好きな人には、これは強いっすね。めっちゃ強いっすよ、このメンソール感。俺もメンソール好きだけど、そんなに強いメンソール、こんな強いメンソールは嫌いなんですよ。うん。うえ。あ、鼻痛え！鼻が痛い。鼻から煙出すと鼻が痛くなる。こりゃダメだな、こりゃ。まるっきり、味が一切しない。もうちょっと弱くできなかったのが、これ強すぎる。メンソールが強すぎて、もはやメンソールの味しかしねえ。ダメだ、これ。これはダメだ。ああ、もう口のね、上のあたりがね、痛いんですよ。口の中の上のあたりが。
これダメだこりゃ。なんかメンソールに支配されてしまったね。このラクダちゃんがさ、あのメンソールに支配された感じがするわ。もう完全に。もうメンソールに支配されすぎてて、あの、キャメルじゃなくてもよくねっていうレベルの。なんだかもうよくわかんない。もはやこれが何の銘柄かも、あの、判断しかねるよね。これダメだ、こりゃ。もうあの、クールとかでもなんだか、あ、これと、クールを、あの、吸って、どっちがキャメルでしょうって言われても多分わかんない。うん。多分もうわからない。逆に言うと、クールの方がまだうまい。あの、タバコ感があるんで。これはメンソール感しかないですね。もうメンソールを吸ってんのか、タバコを吸ってんのかよくわからないレベル。これダメだこれ。これお話なんだよな。二つ星。ご視聴ありがとうございました。